皆さんこんにちは、小場翔です。今回はですね、どんな入試形式にもリスクがあるぞという話をしてみたいと思います。一般的には3つないし4つのね、入試形式型があるというふうに言われています。1つがいわゆる一般受験で、2つ目が、古い言い方で言うと指定校推薦ですね。で、3つ目がまたこれも古い言い方なんですけれども、公募推薦で、最後が栄養入試です。で、栄養入試というのは、ちょっと一般受験にも近い部分があったりもするので、これを3つと捉えるか4つと捉えるか、あと他にも細かく見ればですね、他の入試形式、内部推薦とかね、そういうのもあるので、4つにとどまらないんですけれども、数え方はいろいろですが、大体この4つがあります。で、最近はね、総合型選抜とか新しい呼ばれ方もしているので、その辺ね、結構保護者の方とか受験生の方混乱しやすいと思うんですけれども、今回はね、ちょっと僕自身も馴染みがある言葉遣いで、あえてね、古い表現で動画を撮らせていただきます。で、その時に、やっぱりリスクというのがどんな受験形式にもあるわけですね。例えば、一般受験であれば当然ですけれども、全部落ちればこれはもう浪人をせざるを得ないというリスクがあります。あとはですね、当然なんですけれども、どのぐらいの学力にね、至ることで合格できるかっていうのが、絶対的な基準というものがありませんから、一生懸命勉強して、もしでも A 判定を連発していたけれども、落ちてしまう、そういうケースもあるわけですし、ただ逆にね、チャンスもあるわけで、もしかしたら模試とかではね、D 判定とか E 判定しか取れなかったけど、本番で実力を発揮して合格できるというケースもあるわけですね。で、これが一般受験の、リスクであり、メリット、デメリットなわけです。一方で、指定校推薦ですね。これはですね、やはり一般的に言うと、安全に、自分の進学先を確保できるやり方だというふうに、皆さん認識されていると思います。で、それ自体は間違いはないんですけれども、実際指定校推薦にはリスクもあるんですね。で、どういうことかというと、指定校推薦というのは狭い、学級もしくは学校、学年の中での相対的評価にならざるを得ないということなんです。例えば一般的なね、受験をするときに、早稲田でも慶応でも東大でも京大でもいいんですけれども、何千人っていう人がやっぱ受けるわけですね、受験を。もちろん私立大学だったらもっとね、万とかいう単位で、受験をするわけですけども、そうするとですね、例えば自分の隣の席の人がね、正直頭がいいかどうかっていうのがあまりですね、自分の合否に関わらないわけですね。だいたいね、毎年ボーダーがあって、そのとこをクリアすることができれば、合格できるという話になってくるわけですね。で、これはなぜかというと、やっぱり母数が非常に大きいので、ある程度標準化されているね、ボーダーラインというものがある程度決まっているということが挙げられます。ただし指定校推薦というのはもちろんですけれども、周りとの比較によって成績がいい人から選べるということになるわけですね。そうすると、例えばですね、去年の学年1位の子は一般受験を選んだから指定校推薦を使いませんでした。なので、例えば学校で2位の子が、〇〇大学、A 大学のなんとか学部に行きました。よかったねと。で、3番の子は、鉄板受験だったので使いませんでした。4番の子が使って、じゃあ B 大学に行きました。みたいなことがあるわけです。そうすると、もうそうやってね、データを出していくと、じゃあ去年の先輩はね、だいたい内申点が 4.7 あった時にこれぐらいの大学に行ってるな、 4.5 の先輩はこれぐらいに行ってるなってことがわかるわけです。ただし皆さんの代でもそれと同じことが起きるかはわからないんですね。もちろん大学側の意向で枠が減らされたりとか変更されたり、そういう可能性もありますけれども、それ以上にリスクなのは、実際自分の学年の上の上位層の子ですね、内申点が高い子たちが指定校推薦を使うのかどうかわからないっていうことが挙げられます。もしかするとそれ以外にもね、毎年だであればね、例えば皆さんはね、学年でトップの実力を持ってるかもしれないけど、たまたま皆さんの学年の時にめちゃくちゃ優秀な子が5人ぐらいいて、全部内申ね、みんなもう 5.0 5.0 みたいな感じでもう全部持ってっちゃうみたいなケースもなくはないわけですね。なので意外とですね、指定校推薦というのもリスクがあるということなんです。で、やはりもう一つは、やはり内申点というリスクですね。内申点、基本的にコツコツやっていれば取れる数字、これ自体は間違いないんですけれども、ただやっぱり相性ってものがありますよね。どんな試験でも相性あります。どんな人間同士でも相性があります、ね、正直、先生に気に入られたり気に入られなかったり、もちろん先生方もね、自分の感情だけで内申点をつける人っていうのは多くはないと思います。ほとんどの先生がちゃんとしてると思うんですけど、もしかしたら外れくじを引いてしまう可能性がゼロではありませんね。とか、もしかしたら皆さんがたまたま苦手な科目だけ内申のつけ方が厳しくつけられてしまって、 5がどうやっても取れない、4しか取れないってことがあるかもしれませんね。なので正直、そういう運不運っていうのは
正直指定校推薦であっても存在をしてしまうわけです。まあ実際まあ栄養でも公募推薦でも同じようなことは発生しうるというふうに言えるでしょう。実際公募推薦なんかだとまあこう志望理由書ですね、そういったものを書いて出しますから、それがどのぐらいの評価をされているのか、何を書いたら何点なのか、これ正直よくわかりませんよね。うん、これだけ長年ですね入試を行ってきている慶応大学の小論文も正直ね、明確に採点基準はこうだって言っている予備校の先生そんなに多くないです。だいたいざっくりこういう風につけてんじゃないのっていう意見を言う方いますけども、明確にこういう採点基準でこれが何点ですっていう風に言える先生いません、ほとんどいません。むしろ怪しいですね、そう言ってる人がいたら。つまりですね、小論文とかそういったね文字ベースの情報を採点するのは現代文の記述とか英語のね、和訳とかでない限りは相当難しいんですよ。なのでどうしてもそこに曖昧な部分が存在をしてしまう、これもやっぱりリスクですよね。うん、なのでやっぱどんな入試形式であっても、ね、受験形式であってもやっぱりリスクというものは存在するわけです。で実際ですね、じゃあ皆さんにとってね、どういう、まあ、受験形式を選んでいけばいいのかというアドバイスを今日したいと思うんですね。でちょっと勘違いをねよく僕されているんですけども、僕は何が何でも一般受験をしろっていうふうに言ってると思われがちなんですよ。でこれなんでかというとですね、僕自身は、まあ、一般受験をしてほしいなという気持ちが個人的にはあります。うん、ぜひ頑張ってほしいし、多分一般受験をした方が、まあ、学力は高まると思うんですね。なので僕はそっちを推してるんですけど、実際ね、目の前の高校生の方、ご家庭の方が指定校推薦だったり公募推薦を選ばれることに別に僕は反対はしません。うん、一般的にいつも動画で言ってますけど、指定校推薦という制度であったり公募推薦という制度に関しては僕はあまり賛成派ではないんですね。もちろん枠をゼロにしてほしいとまでは言っていません。学校の勉強をコツコツ頑張ったことで評価をされて、そういう子たちが大学に行ける枠というのがあっても僕はいいと思うんです、多様性の一環としてね。ただ今割合ちょっと多すぎないっていうふうに僕は思っています。なのでどちらかというと、指定校推薦とかそっち側にはまあ反対なんですが、ただ実際にはもうルール上ね、それが存在してるわけですよ。でこういう風に得点を決めていいっていうルールがあるわけですよね。であれば例えばですね、それを使って実際試合を進めていった方がいい結果が生まれることってありますよね。うん、例えばサッカーでさ、キーパーがね、じゃあハンドを、ね、手を使ってね、ボールを取っていい範囲ってここですよって決まってますよね。うん、だけどじゃあそれをね、もうルール改正します、ここまでね、もう手使っちゃっていいよってなった時にね、それはサッカー選手からしたら、いやいやルール的にここまで使うのはおかしいだろうとかね、そんなんじゃサッカーじゃねえよとか、まあそういう議論もあるかもしれないけど、もうルールで一回決まってるんだったら、そこまではね絶対に手を使ってキーパープレイした方が得じゃないですか。それは皆さんも分かりますよね。うん、それと同じことでですね、実際にそのルールとして妥当なのかどうかっていうのは僕はちょっとね疑念があるけれども、ルール上はもう存在していることですから、それをフルに活用して一番いい成果を求めてほしいんです。なので別に指定校推薦のことをね、僕は結構批判をしたりするけど、指定校推薦で進学している人のことを僕は批判はしません。うん、絶対にそこはありえないです。なので実際皆さんがですね、学校に進学、高校1年生とかもしくはまあ2年生の前半ぐらいまでだったらまあギリギリ間に合うかもしれませんが、まあ、それぐらいの時にどのようにね、受験の型、受験方式というものを選べばいいのかということなんですが、まずそもそもやはりですね、まあ、東大や京大や旧帝といった、まあ、難関大学、まあ、早慶でもいいでしょう、そういうところを目指したい場合はですね、基本的にやはり一般受験をベースに捉えていった方がいいと思います。もちろん例えばね、推薦で医学部に行ける枠があったりとか、もしくは早稲田に、ね、指定校推薦の枠を持っている学校に通ってますっていう人もいると思うんです。で今の時点でその指定校推薦を狙える数字を持っている場合、うん、それをですね残り2年間3年間ずっとね取り続けることができるのかっていうのがまあ問題なんです。まあ厳密に言うと3年間というより2年半取り続ければいいんですけどね、高校1年生も。なのでそれを考えていた時にですね、まあ本当にね、もう自分が学校の中でダントツトップであると。たまにやっぱいますよね。偏差値40とか50の学校にも、もうね、ずっと偏差値70以上取ってて、もうめちゃくちゃ賢い子っていうのが、やっぱ学年に一人ぐらいいたりしますね、どんな地域にも。で、そういう立場に皆さんがいらっしゃって、はっきり言ってもう敵なしなんですと。うん、普通に勉強してればもうオール5だし、もう2番の子にね、例えば定期テストでわかんないけど、うん、例えばじゃあね、5教科で500点満点の定期テストがあったら、もう自分はね480点90点取ってね、学年2番の子がもう440点とかそれぐらいのねもう差がついてるんですという場合であれば、僕は指定校を使ってもいいと思いますが、ただそれだけの学力があるなら正直指定校よりもワンランク上の大学を目指したくなってしまうんじゃないかなと僕は感じますね。うん、なのでまあとてもとても成績がいい子に
にはそこまで僕は指定校を進めません。じゃあどんな人であれば指定校を狙ってもいいのかというとですね、基本的に皆さんが通っている学校の偏差値が、まあ、55以下、まあ、もしくは50付近ぐらいの学校、もしくはそれ以下ですねに通っていて、自分が行ってもいいなって思える大学学部、ここまで大事ですね。まあ学部学科も場合によっては入りますけども、そこまで自分の興味関心にきちんとマッチしているところがあるぞということであれば、指定校を狙ってもいいと思います。ただし指定校を狙う時のポイントがあります。とにかく高校1年生の1学期に死ぬほど頑張ってほしいんですね。要は自分が必死に頑張ったら、この学校で自分が通っている今の学校で評定がどれぐらい取れるのか、内申点がどれだけ取れるのかってことにチャレンジしてほしいんですよ。でそれでやってみた結果、意外と取れなかったりするわけです。皆さんの学力がつまり足りていないということですね。努力が足りていないということですね。でその場合は正直内申点にしがみついても結果は多分出てこないと思うので、早い段階で、指定校推薦というよりは一般受験に切り替えて、その代わり先取りとか勉強料を確保して、まあ自分がね行きたかったようなそういう大学に一般受験でも十分合格できるように学力を高めてしまった方が僕は早いと思います。ただし例えば高校1年生の1学期とか2学期ね、しっかり勉強してかなり高いね評定が取れてますと、なんなら自分が行きたいなって思える、ね、指定校の推薦よりももっと上の指定校も取れちゃうかもしれないぐらいのところにいるのであれば、そのままね指定校含みで勉強を進めていってもいいかなというふうに思います。ただもちろんですね、指定校もリスクがあるわけですね。指定校で勉強していくということは、基本的に勉強のほとんどを学校のペースに準じた学習に切り替えていく、寄せていくということになります。まあ、相当優秀な人じゃない限り、一般の勉強もしながら、指定校の勉強も必ずやって、で両方ともうまい結果にね持っていくって人はほとんどまあいませんね。その学校の中に本当に一人二人いるかどうかというレベルであって、多くの生徒はやはりどちらかに集中しないとうまくいかないと思います。でその時に一番のリスクはですね、例えば一般受験をしていってうまくいかなかったといっても、まあ、滑り止めという考え方があるわけですよ。例えばよく言いますよね、早慶受けてダメだったから G マーチに行くとかね、カンカン同率がダメだったから参勤交流に行くとか、まあ、それありますよね。でもね、正直な話、どちらも有名な大学じゃないですか。ね、マーチになってたけど日東来ませんね、国立行きたかったけど早慶になっちゃった、早慶行きたかったけどマーチになっちゃったね、いろいろありますけど、全部名の通った大学じゃないですか。その中での勝負ができる状態にあるのであれば、やっぱり一個そこは保険が効いてるとも言えるわけですよ。しかも一般受験の場合はいくつでもね学校を受けることができますから、まあ、正直ね、まあ、10個も20個も受けるのはあまり現実的ではないものの、まあ、でも多い人であればね、まあ、10校ぐらいね大学受ける人もいますから、そう考えるとかなりねこうチャレンジの回数をこなせるという意味でもあるんです、一般受験は。ただし指定校の場合ですね、万が一ね、例えば途中で、まあ、長期入院をしてしまったりとかね、大きな怪我をしてしまって学校に十分行けない、出席日数が大幅に足りない、定期テストが十分できなかった、例えば体調を崩してしまってね、極端に悪い点数を定期テストで2回連続で取ってしまった、そういうことがもし起きた場合、替えが効かないんですよね。特に、まあ、高校2年生の間であればいいけど、高校3年生になってしまってからその状態になった時に替えが効かないんですよ。でたまにやっぱりあるのが、この指定校推薦で行けると思ったけど行けなかったっていうケースもあるんです。皆さん指定校推薦は 100% 合格っていう風に思ってると思うし、僕もですね基本的には 99.99% 合格だと思っていますが、ごく稀にですね、あの手続きのミスだったり、大学と高校の、まあ、認識の相違だったりで受けられない人っていうのがいるんですね。実際にうちの塾にでもですね、まあ、指定校推薦をね、利用する予定だったけれども、まあ、いろいろな事情があってですね、まあ、ちょっとあんまり言うとね、あの、個人特定しちゃうんであれですけども、指定校推薦が取れるはずが取れませんでしたっていうので、書き込みでですね、入塾いただいたケースっていうのもあります。なので、一切ですね、世の中に絶対はないので、そうなった時に、じゃ何か問題があってね、もしくは何かうまくいかなくて、勉強が進まなくて、何らかの理由で指定校推薦を諦めなきゃいけなかった時に、正直一般受験の子たちと比べると指定校推薦をベースに勉強している子たちは先取りもできていないですし、演習量も足りないですし、はっきり言って学力で言ったら、まあ学力をね、どういうふうに定義するのかは別ですけど、大学受験の点数を取るという意味での学力で言ったら、はっきり言って一般受験の子に全然及ばないんですね。なので例えば指定校推薦でマーチ行こうなって思ってたんだけどね、じゃあもう指定校推薦ダメになったから、じゃあね、抑えの日東高校さん一般受験で受かるか、これ結構厳しいです。結構厳しい。もちろん全員が落ちるとは言いませんけども、かなり厳しいです。そうするとですね、自分が行こうと思っていた大学の正直2ランク3ランク下ぐらいまで一般受験をしないと合格しないって可能性は
全然あります、下手したらそれでも通らない子もいるかもしれません、どうしても定期テストの勉強中心なので、例えば共通テストとか一般受験のように、限られた時間の中で問題を正確に処理したりとか、場合によっては自分が解けない問題は捨てて解ける問題を6割7割がっちり確保するとか、そういう演習訓練全然積んでいないんですよね。で、下手すると定期テストに特化した勉強なので、特に社会とかそういう科目に関しては昔の分野を忘れてしまっていることってありますよね。そうなると、あれ、昔の平安時代のこと全然もうわからないんだけど、今から確認して間に合うのか、秋とか冬になってから、正直かなり厳しいですよね、というリスクもあるんです。はい、なので指定校推薦は指定校推薦でやっぱりリスクはあるし、でももちろん一般受験だって浪人するリスクとかもたくさんありますよね。なので、どんな受験形式であってもリスクは存在するんだってことをぜひ皆さんも認識いただければと思います。はい。で、何度も言いますけど、僕自身その指定校推薦という制度はそこまで共感できていませんが、ただ指定校推薦を使うというのはルールをただ適用しているだけですから、僕は全然使えばいいと思うし、それで正直、一般受験をするよりも高いレベルの学校に入れる子っていうのもたくさんいると思うので、それは正直戦略としてうまく使ってしまえばいいのかなというふうに思います。はい、もちろんネット上で指定校云々とかって言われたりしますけど、正直大学卒業して社会に出てしまえば誰も指定校がどうとか言いませんよ、むしろ指定校でしっかりと学校の勉強をコツコツやっていたことで、それが将来自分にプラスになることだってあると思います、だからどんな入試形式であっても僕は胸を張って大学に通えばいいのかなというふうに思います。はい、というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。